上等じゃねえか。完璧な防御。一部の隙もあらへん。分かったかよ。俺たち四天王にとっちゃ 1+1 は2じゃねえのさ。風潮陰流ではまず戦うとはすなわち敵の隙を探し当てることと学ぶ。僕と指導は互いの足りない部分を補完し合うことで一部の隙もない完璧な調和を作り出せる。それこそが我々がボルツの四天王と呼ばれたゆえん。それぐらいのことができなきゃあの地獄時代の無限城で雷帝の親衛隊は務まらなかったぜ。何がおかしい。待っとったのがアホらしゅうなったな。ご自慢のコンビネーションとやらもここまでやな。何？勘違いするなよ、カズキ。十兵衛、ここはもうお前が知っている無限城ではない。マクベスと俺たちが発掘したバビロンタワーの秘められし遺跡なのだ。バビロンタワーの遺跡？マクベスはな、カズキ藩、あんたでも届かへんかったこの無限城の謎に到達できる唯一の男なんや。これは見るがいい。マクベスが導く戦場の光景を。グランドキャニオン、どうして？わからんか、レン。わしの教育を受けたお前なら理解できるはずだぞ。まさかこれは。そうじゃ、これは人間の英知を集結させしインテリジェントビルバビロンタワーの遺跡。マクベスは悪夢の一つを探し当てたんじゃ。わしの下でタワーの建築に携わった頭脳集団ブレイントラストの名。これは神をも恐れぬ妄想が生んだ悪夢。マクベスはそれを再現しておるんじゃ。始まるぞレン、無限城の運命を左右する死闘の第一ラウンドが。どこだ、ここは無限城の中じゃなかったのか。そのはずだが、夢でも見ているのか僕たちは。さて、コンビネーションなしでどこまでやれるか見せてもらうぞ。無駄やって、シド君知ってるやろ。ワイのローラン武道伝、無知からは逃げられへん。この狭い戦場ならなおさらや。この無知はな、古代ローラン王国の女たちが一生をかけて伸ばした自らの髪を織り上げたもんや。ローランの女の髪は竜髪と呼ばれ、まるで竜のようにしなやかで強かった。それを彼女らは戦いに赴く男たちのために王国に伝わる秘宝を持って織り上げ、一条の無知とした。みーや、このしなやかさ、おもろやろ。この無知でワイの武闘を見せるよって。楽しんでくれや、しどく。せめて血しぶきに笑ってやることがワイの供養や。ベビシなあ、しどく、ワイ無限城を出たらほんまもんの芸人になったろう思て。冗談ちゃうで、ワイはもう血しぶきに笑う自分が嫌なんや。どうせ笑うな、人のことを笑かして自分も笑ってみたいんや。なあ、聞いてんのか、
シド軍。笑えねえな、エミシ。お前の冗談はよ、言ったはずだぜ。俺はシャレの通じない方だってよ。諦めたか。シド、上だ。それは何の冗談や。そうや、シド君。そうでないとおもろない。一緒に笑おうや。無駄だ。もう当たりゃしねえよ。なんで、なんで当たらん。百獣技対超獣技。今俺は闇夜に舞うコウモリに擬態している。その耳にはお前の無知が発する超音波が手に取るように見えるぜ。お前の負けだ、先決のジョーカー。百獣技対ガロー技。新たな無限城に君は何を望む？雷帝はすでになく、再び暗黒の時代が幕を開けるだろう。弱き者は死と暴力に怯えて生きなければならない時代だ。だが僕はあえてそれを受け入れようと思う。それがたとえボルツの心情を裏切ることになろうと。君の力を貸してほしい。新たなる時代の礎を築くために。まだや、まだ倒れるわけにはいかんのや。わいはまだ簡単に負けるわけにはいかんのや。無駄だ。ボルツ四天王ってのは誰かが選んで決めたわけじゃねえんだ。地獄時代と言われたあの頃の無限城、覚えているだろう。俺もカズキもマクベスやもう一人のあいつもまだ敵同士だった。あの時代、ボルツが生まれるまでの血みどろの戦いの中で、やがて雷帝のもとに強者どもが集まり、俺たちはいつしか四天王と呼ばれていた。みんなは俺が守るよ。何があっても必ず。俺たちも何があっても雷帝についていくと決めた。四天王ってのはただの呼び名じゃねえ。数知れぬ視線をかいくぐってきた証。そうした奴だけに与えられる称号なんだよ。エミシ、俺とお前が戦えばこうなること。グレー、同じ四天王だったマクベスに分からねえはずがねえ。これがマクベスの計算なら、野郎はお前に犬死にしろって言ってんだぜ。君は何を望む？それがどないやっちゅうね。分かっとった。まともにやりよってわいがあんたに勝てんことぐらい。ただな、いっぺん本気で真っ向からやりあってみたかったんや。ボルツの四天王冬木シドと。覚えとるか、シド君。初めてあんたとワイが出会った時のこと。まだボルツもなく、あの頃のあんたはワイのおったイーストブロックの恐怖の的やった。一晩で全滅させた？お前らから散々略奪を繰り返しよった奴らをたった一晩で。ビーストマスターのシドとかいうやつです。ビーストマスター？どうやら獣たちを自在に操り攻撃を仕掛けてくるそうです。そいつ、次はワイランドと来るで。心配せんかて、ワイ一人で一族は守ったる。来いや、ケダモノども。ねえお兄ちゃん、いいの？こんなに食べ物もらって。構わねえよ、もともとお前らのもんみてえだからな。ありがとう。おい、そこのあんた、
緊張感なさすぎやで。あ？アホなエビシで逃げる。もうすぐここを行さん獣を連れた略奪野郎が来んや。さっさと逃げんと巻き込まれて死ぬぜ。ほう。嘘やないで。こんな凶悪な悪魔同然の男なんや。会ったことあるのかあんた。ないけどきっとひどい男や。あ、とにかく鳥相手に遊んどらんとさっさとどっかに。こいつらとは気が合うのさ。怖いもん知らずで本能に忠実で何より裏切らねえ。来たか。あんたがビーストマスター冬木シド。来や勝負や。ビーストマスターといえどワイの一族には指一本。心配すんな。何通るだけだ。結局言葉通りあんたはワイの一族に指一本触れんかった。ボルツに入ってからワイが獣しか連れて歩かんあんたにまとわりついたんが、あんたのあの時の目が忘れられへんかったから。人を突き放すように鋭で、それでいてどっか寂しそうやった。雷帝が消え、ボルツがチリジリになって、あんたもカズキ君もあの人もみんなおらん。無限城の仮想界はマクベスがおらんかったらえらいことになってたやろな。ワイらローラン一族もまともに戦える男はワイ一人やったからな。皆殺しか。よくて奴隷にされて女たちは慰み者にされとったのは。わかるか？マクベスは一族の恩人や。奴のやろうとしてることは、無限城の仮想界から出ることも、上を目指すこともできん連中のあるべき未来のためなんや。それならワイはもう死んでるじゃないや。エミシ、これがワイの切り札や。昔話したっけな、ローランのお友達はな、こうやって血煙にしてやるとよう思えるや。バカ野郎よせ。あんたと死ねるんなら思え。ワイにとってはボルツの頃が一番やった。楽しかったな。あんた追いかけ回して小疲れてパカやって地獄で会えるといいな。シド、ダメだエミシ。マクベスの本当の狙いは。燃えよ丘のごとく。それでいい、エミシ・ハルキ。何？俺たちの目的は奪還を阻止し、マクベスと爆縮レンズを守ることにある。死をもって使命を全うすることは正しい判断だ。十兵衛、貴様死んだらおしめえだろうがバカ野郎。百獣技対土竜技。指導、土竜、そうか、土の中に逃れてあの猛火を。ここ地獄か。早速会えたな、指導君。バカ野郎、やっぱりおめえの冗談は笑えねえって。たく、世話の焼ける野郎だぜ。なんでや、なんでおいを助けたや。まあ、俺と引き分けたとでも思って死なれちゃたまんねえからな。なんやそれ。寝てろや、バカ野郎。カズキ、ちょっくらこいつ医者んとこ連れて行くからよ。それならサウスブロックの A567 エリアがいい。ゲンという老人がなかなかの名医だよ。
薬屋をやってる。薬屋の原価分かった。でもシド、この段階からどうやって。そんなもんありゃしねえよ。え、さっきコウモリの擬態をした時、俺の耳に跳ね返ってくる超音波でしっかり見えたぜ。見える。コウモリは耳で音を見るんだ。ここはただのだだっ広いだけの四角い部屋の中だ。仮想現実。そうか。出られると思うか。ここはバビロンタワーの遺跡だ。これはただの三次元映像ではない。完全な仮想現実は現実と同じ作用を精神に及ぼす。 1% でも疑念が残れば、体はそのままでも心がこの断崖から落下し叩き潰される。関係ねえな。俺の耳にはただの四角い箱にしか見えねえよ。じゃあな、カズキ、あとは任せたぜ。おい、シド。シド。シド。マスター。無事ですよね。え、二人とも。ああ、大丈夫さ。すいません、今日はもう閉店なんですけど。あ、ん、どうぞ。温かいコーヒーでも入れましょう。消えた。愚かだな。いつからビーストマスターは飼いならされたのだ。ボルツ時代の不行きシドなら、自分に牙を向いた敵には容赦なくとどめを刺していたはずだが、結局エミシは使命を果たした。マクベスの計算は寸分の狂いなく進行しているようだ。今からエミシを医者の元に運んだのでは、マクベスがレンズとユダを持って原爆を完成させるまでに戻っては来られない。冬木シドは無益で愚かな情のために戦線から脱落した。愚かな情だと。君のことは親友だと思っていた。昔の話だ。今は敵に過ぎない。無限城を出た後も僕にとって君は親友であり続けた。俺は貴様のことなど顧みたこともなかったよ。後ろから帳を投げつけられた時でも、その気持ちは変わらなかった。きっと分かり合える。そう信じていた。よまいごとだな。十兵衛。家計十兵衛よ。本当に久しぶりだ。こんなにも激しい怒りを覚えたのは、今こそ味わうがいい。神羅万象を奏でし、我が飛脚の冴えを。空調陰流現術甲の巻第27番の1流水の陣。これは鉄砲水。うっ、濁流渦巻き。うわ、長い付き合いだが初めて見たよ、貴様が本気で先制攻撃を仕掛けるの。俺も掛け流真術を学びし者、この程度のことで倒れると思うなよ。針を持って自ら甲を打ち、両腕を鋼に変えたか。どくな。主の巻第15番の3剣撃の盾。ひとまずは互角といったところか。互角、見くびるな。これはいつの間に。川を泳げばいかに拭おうとも、幾幕かの雫までは拭いきれぬもの。風潮陰流剣術流水の陣雫。恐るべし。
風潮陰流。お前は人の情を無益で愚かだと言った。後悔することになるぞ、家計中兵衛。我が流派宗家唯一無二の伝承者たるこの風潮院和樹の奥義の前に生きる術なしと知れ。